はい、今日のテーマはですね、唾液の紅葉ということで、赤坂パークビル歯科院長の福田はじめさんをお招きしております。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。福田さん見てね、なんか歯医者さんのイメージじゃないんですよね。なんか日焼けしてね、おひげ生やして。あ、ダギングが、ね、趣味なので。あ、ダギングが趣味ですか。たまに行くので、はい、きっとそれだと思います。そうですか、ね。はい、じゃあ少し仕事してダイビングちょっとやりますかね。はい、まあ、ちょっと冗談をさておきですね、僕あの歯医者さんってね、僕子供の頃ね、あんまりいいイメージがないんですね。で、虫歯になってこのなんていうの、シューってなんか出るやつあるじゃないですか。はい、あれを引っ掛けられたままどっか先生行っちゃってね、ずっとね、痛いまんまね、引っ掛かったままね、放置されてね、もうそれからね、歯医者嫌いだったんだけど、でもなんか先生見るとなんか優しそうで、でホームページ見るとね、ちゃんと相手が何をしてほしいかということを聞きながらやるっていうのがなんか歯医者さんのポリシーらしいです。はい、なんかあんまり嫌な思い出がありそうですね。私もすごい苦手で、私が言ってる歯医者さんもやはりあの全部子供のように、今何々をしますよ、こうしますよって全部説明してくれ、はいはいって言いながら泣きそうになるんですよ。そうですか。まあでも、今日ですね、福田さんがね、テーマにしてくれると、ちょっと唾液の紅葉というのはちょっと面白いかなと思うんですが、その前にですね、はい、福田さんが、なぜ歯医者さんになったのか、うん、あ、そうね、普通なかなか歯医者さんって僕なんか全然イメージしなかったんですけども、どうして歯医者になられたか、ちょっとそんな経緯から教えていただけますか。私の父はあのサラリーマンでエンジニアだったんですけど、はい、機械いじりがとても好きで、はい、まあ、今みたいにコンピューター制御になってませんから、自分でこういじっていろいろ調整したりとかしてますね。車楽もそうですけど、はい、まあ、むちゃくちゃ器用な人だったんですけど、自分はそれを見ていて、とてもこの人にはかなわないなと、その世界ではっていうふうに思ってました。だけども手は器用なのはやっぱり父親譲りでした。はい、で一方その医療に携わりたいっていうのはありましてね、そうするとその歯医者さんってイメージ、まあ、皆さんもちょっとなんかこう作り上げるみたいなのあるじゃないですか、はい、こう削ってかぶせるとか、まあ、そういうイメージありましたね。当然歯医者さんになる前は、まあ、当然そういうイメージ同じように持ってましたから、はい、あ、これはきっとその手を使うことと医療一緒になってるから、これいい仕事だなと思って、うん、で選択したわけですね。はい、うん、なるほど。で、大学は北海道大学。はい、そうです。行ったことあります。北海道大学ね、うん、入学したかどうかじゃなくて行ったことがあるか。ないですよ。素晴らしいところですよ。僕ね、あの、まあ、ちょっと話それますけども、あの大学を決めるときに自分の偏差値で行ける大学に行ったんです。でも、でも北海道大学に観光で行ったときに、あ、こういうとこしてた、ここに入りたいって目標ができた。俺行けたから。観光で見れるような大学なの。すごいですよ。あの札幌駅から10分ぐらいの大学なんですけど、その水産学部は函館にありますけど、それ以外は全部そこに敷地の中に全部その農場もありますし、獣医学部のその馬やら牛やら羊やら、そういうのもありますので、全部一緒になりますからね。まあ、そういう意味では総合大学というのはとても楽しいところですね。それで綺麗ですね。そうですね、景色も素晴らしいです。さすが敷地がね。そうそう、敷地も広いしね。で、クラーク博士もいますしね。嘘だ。いるよ、銅像がいます。あ、銅像はあります。ムツゴロウさんもいるの？いない。いないね。じゃあ真面目な話に戻します。はい。はい、で、あの、まあそんなことですね。この、今回、あの、お知り合いになってですね、なんか一回の、なんか唾液についてすごい、ちょうど奥様もお医者さんなんですね。はい、そうです。歯科医です。歯科医の一緒にやってらっしゃるんですけども、なんか唾液についてそれをこうやっていろんなその紅葉について広めていきたいということをおっしゃってたんで、うん、ぜひ一回ラジオでそれを話していただけませんかなんてことで、今日ご主人の院長さんがお目にいてなったんですね。うん、はい。で、あの先ほど僕が耳となんか平衡感覚とか、うん、やっぱつながってるんだなって、体ってなんかつながってるんだなってことを自分で体感したんですけども、うん、ちょっと唾液とこの紅葉ということ、これ健康についてということですかね、まあ、どういうふうにつながっているのか、ちょっと端的に教えていただけますか。そうですね、あの皆さん、じゃあまず困ったシーンを思い浮かべていただきたいんですけど、はい、風邪をひいて鼻が詰まったら口で息しなきゃいけない、
ですね、はい、そうするとどうなるかというと口の中カラカラに乾いてもうすごく辛い状態になります、うん、喉が痛くなっちゃったりする、はい、余計ひどくなりますね、はい、でもそれは正常であれば健康であればそこに潤沢な唾液、それからまあ鼻からも流れてくるものがありますけど、1日にトータルすると3リットルぐらい流れてきて、それをごくごく飲むわけです。1時間に20回から60回ぐらいの割合で、うん、はい、飲み込みながらこすってこう綺麗にしているっていうことをずっとやっているし、その粘膜の表面を唾液で保護している、そういう状況なんですね、うんうん、まずそれが一つ、まあ、そういうことをやってるんだな、あの空気や水と一緒であると意識しない、唾液もそうですね、うん、そうですね、なんか唾液って歯医者さんでさ、うん、削るときにこうやってやられてジューって、うん、唾液がたくさん出てるって、あの時に ね、あれ吸ってるのは唾液吸ってるのか、そうですね、あ、そっか、今気がついたまあその削った時の水とかも、ね、あ、それもありますかね。で、じゃあ唾液が出たり出なかったりは何でかっていう、まあ、要するにまずそういうコントロールしてる制御が何がしてるかっていうと、うん、自律神経っていうのです。聞いたことあると思うんですけど、はい、交感神経とか副交感神経、はい、緊張するとその交感神経っていう方がこう強くなって、はい、皆さんも例えば、まあ、皆さんはこのパーソナリティやってらっしゃるからあの余裕でしょうけど、人前でお話をしなきゃいけない今の私とかは多少やっぱり口なんか乾くんですそれは緊張するから、はい、例えば突然スピーチをしなさいとまた乾きますよね、はい、それはいわゆる、まあ、その交感神経が高く強くなっている状態で、もリラックスしている状態、ご飯を食べるときみんなハッピーじゃないですか、うん、ね、それはあのすごく唾液が出るためにすごく必要なそのモードですよね、うん、副交感神経が優位になっているとなるほど、そういうこと